よどん。今まで霊とか映ったことはね、検証で一度だけあります。他は生配信ではありません。あります。私気づいてないだけで、あったそうです。見えてたんですって。みんな、私は見えてなくて気づかなくてさ、ホテルセリーヌで似て映りました。父は生前、大仏のある観光圏でバスの運転手をしていました。そう、女性同僚が山奥のダム湖のルートを担当していました。ある夜、一番奥のダム湖に来た時、道の真ん中に女がうずくまっていました。ヘッドライトで振り向いた女の顔は、目も鼻も口もないのっぺらぼうでした。急ブレーキを踏んだ瞬間、のっぺらぼうは消えました。同僚がダム湖の脇道に入って、すぐ何かにつまずいて転びました。ふと目を下ろすと、目も鼻も口も腐ってドロドロになった女のフランシュタイが転がっていました。後日、同僚は行方不明者の発見で表彰を受けました。が、数日でバス運転手を辞めたそうです。バスの運転手は乗客の数を数えるため、時々車内を確認するんですが、彼女が乗っていたんです。彼女。まだ帰れなくて、深夜のバス停やダム湖畔で乗せてくれる車を待っているそうです。小雨の降る夜、ダム湖畔道路の真ん中に女がうずくまっていたら、ライトを消して U ターンしましょう。そうでないと。怖いですね。あ、奈良県有名ですね。こう室尾ダムは出てきますね。なんでか分かったんだろうね。室尾ダムじゃないよ。え、嘘、これ室尾ダムじゃないんですか。え、嘘、え、あ、間違えた。これ室尾ダムじゃ、あ、嘘、やだ、ちょっと待って、はい、これ室尾ダムじゃなかった。この噂話やだやだ、何これ、どこの話、これ。全然違うスポットの話読んでた私今やだ、あ、やだ、違うじゃんこれ、違う情報じゃないこれ。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、タイトル変える。これ違うダムだった。もうバカ言ってるんだから私